こちらはネクスコ東日本です。午前5時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。新座料金所付近4キロポストを先頭に交通集中のため渋滞しています。この先次に塩沢駅中心インターから小千谷インターまでの区間で霧が発生しています。続いて通行止めのお知らせです。11月12日から15日まで毎晩夜21時から翌朝5時までの間、大泉インターの出入り口を工事のため閉鎖します。なお大泉インター付近の目白通りも通行止めを行います。ご理解とご協力をお願いいたします。ハイウェイラジオ外観大泉よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。